本当に出ていくんだね。ああ。どうして？私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生、次の年には太一や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょ。パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょ。ごめん、おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。大地がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？大地だけじゃない、彩子も浩二も。最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを。ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功しまたこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん。気分泣いたかい。
文ちゃん、わしらタクシーの芸者を頼んだもんやけど。はい、お待ちしておりました。長洲タクシーです。そんなんはええから早乗せんかい。すいません、どうぞ。博多駅まで大至急頼むわ。了解しました。しかし、えらいことなりよったで。本部の使いで福岡までやってきて、せっかくやから長洲街で遊ぼう思とったのに、とんぼ返りやないか。ほんまにただの事故やったんですかね。さあなあ。おい、もっと飛ばさんかい。わかりました。頼んだぜ、ほんま。お客さん、そんなに急いで何かあったんですか。ちょっとうちの偉いさんが事故で亡くなってしもたな。それで通夜のために大阪戻るんや。ひょっとして新聞に載ってた名古屋の件ですか。せや、なんや、うちだけやのうて。搭乗会の人間も事故ったらしいが。え、搭乗会もってどういうことですか。新聞にはそこまで書いてへんかったんか。名古屋の交通事故2件あったんや。同じ日にうちの偉いさんとは別の場所でもう1件搭乗会の人間が死んだ事故があったっちゅう話や。ほんま偶然にしちゃできすぎですわ。7代目も早う跡目を示してくれたらええのに。もうそれも無理なんとっちゃいます。末期がんなんでしょ。ここんとこずっと面会者ですや聞きましたし。このまま7代目がなくなるようなことになれば面倒なことになるで。跡目めぐって組み割った内部構想ですか。アホ、そんなんしたら向こうの思うツボやないで。跡目不在の場合、直参団体組長全員の総意で8代目が決まることに。とどのつまり派閥が大きい方が跡目や。派閥いうと渡瀬組と大阪工業、高知組の三大派閥ですか。せや、本家の若頭の渡瀬は今じゃ一番の武闘派で、島の広さ、参加組織の数では近江最大じゃ。一方、蒼天堀を仕切る本部長は莫大な上がりで全体への影響力も大きい。高知の親分がのうなった今、どっちに転んでもおかしないで。これから直参組長の票を集めるために相当な金が動くっちゅうわけですか。金だけで済めばええけどな。近江のトップに立つっちゅうことは日本の極道のトップに立つっちゅうことでもある。そのために金だけやない。跡目にふさわしい功績もあげんとあかんやろ。功績？何です？例えば搭乗会の大物を取るとかやな。ああ、それって六代目の堂島とか大幹部の真島の首っちゅうことですか。確かに備えなことできたら近江の力は決定的なもんになる。トップに立つ資格も十分ですわ。まあ、例えばの話や。本気にすんなよ。そういえば搭乗会の会長さんがこの福岡で行方不明になったらしいですよ。何やと？それほんまか？ええ、昨日あたりから搭乗会の方が必死になって探し回ってます。そうなんかい。ほな、わしの推測もあながち外れてへんかもな。ちゅうことは渡瀬組か大阪工業あたりが堂島を拉致したってことですか。可能性あるやろな。まあ、そない過激なことしでかすのは渡瀬組の方やろが。まあ、何にせよわしらのようなただの兵隊には迷惑なだけの話や。ほんまですな。
早くおたごたが収まればええんですが。おい、まだつかんのかい。もうすぐです。少々お待ちください。ちんたら走り寄ってからに。登場かい。それに大悟、俺にはもう関係のない話だ。おかえり。また来てたのか。うん、今日は夕方までのシフトだったからね。お前も自分の生活があるだろう。俺のことはほっといてくれていいんだぞ。またその話？ねえ、私が来るのって迷惑？いや、そうじゃない。いろいろと世話をしてもらって助かってるさ。じゃあなんでそんなこと言うの？まさか他に好きな人ができたとか。いや待て、そんなわけないだろう。だっておかしいじゃない、急にそんなこと言うなんて。別におかしくはないさ。むしろ恋人同士でもないのに半同棲みたいにしている今の方が不思議だろう。だったら恋人同士になればいいんじゃない。私はいつでもいいけど。すまない、今はまだ。今はまだってことは期待して待ってていいのね。なあ真由美。何？
お前、家族はいないのか。急に、何の話？いや、そういえば、そういう話、今までしなかったからな。両親とももういないわ。もうずっと前のことよ。そうか、すまなかったな。うん、気にしないで。さあ、この話はこれぐらいにして、ご飯にしようか。ああ。おい、真由美、勝手に出るな。俺が出るから。どうした？助けてもらえませんか？キル…いや、鈴木さん。お前ら、どうしてここに？事情は後で説明します。それより兄貴、森永の兄貴の治療をさせてもらえませんか？すいません、鈴木さんには迷惑かけるなってこいつに言ったんですが。兄貴、しっかりしてください。兄貴、申し訳ありませんでした。病院にも行くわけにいかず、他に頼れる人間もいなかったので、鈴木さんの家に。どうして俺の家が分かった？実は会長を乗せた車の運転手が鈴木太一って名前だと分かった後、本家経由で福岡市内の不動産関連情報を流してもらっていたんです。鈴木太一という名義で賃貸契約をしていたのはあのアパート一軒でしたので、すぐに分かりました。そうだったのか。じゃあどうして今まで家に来なかったんだ？森永の兄貴の配慮です。自分たちも登場会の大門を背負っている以上、筋は通すべきだと。だから会社で俺の帰りを待っていたということか。はい。森永の兄貴は何よりも極道としての筋を通す方なので。それで何があったんだ？あの傷からしてただの喧嘩ってわけでもなさそうだが。山笠組の跳ね返りにいきなり襲われたんです。山笠組に？道島会長と山笠組の斑目組長の会合以来、町じゃ山笠組の連中が登場会を襲う事件が頻発してまして、もう10人近い組員がその餌食に。どうしてそんなことが？杯の話は問題なく進んでいると言っていたじゃないか。それはあくまで上の話。山笠組の下っ端連中は登場会が福岡に来たこと自体よく思ってないようです。そうか。でもどうして俺の家に？登場会の連中に助けを求めればいいだろう。そんなことはできません。どうしてだ？俺らは会長の護衛役です。会長が行方不明になった今、その責任は全部森永の兄貴です。仮に会長が見つかったとしてもけじめは取らされるでしょう。ましてやそんな状況で不意打ちとはいえ山笠組の連中に襲われたなんてことがバレたら、森永の兄貴はどんな目に遭うか。起きしまったことは仕方がないだろう。仕方ないなんて理屈、青山組長には絶対に通用しません。心証必罰、徹底した方ですから。極道組織は会社じゃない。管理徹底よりも大事なもんがあるはずだろう。おっしゃることはわかります。でも
青山組長のその厳しさがあるからこそ、今東条会は一枚岩となれているのも事実です。裏切りや命令違反を犯した組員に対して青山組長は容赦しません。実際三代目時代からの名跡であっても不祥事があれば排斥となってます。その代わり忠誠を誓い結果を残した組は次々と直系昇格させています。ドライなやり方だと思われるかもしれませんが、その分かりやすさが若返りした組員たちの士気を高めているんです。若返りか。確かに俺もあの頃の仲間たちも皆時代遅れの人間になっちまったのかもしれないな。帰りなさい。ああ、真由美。ん？悪いんだが今日は家に戻ってもらえるか。でもこいつら俺の昔の友人の知り合いなんだ。ちょっと男同士積もる話もあるんでな。頼む。状況は分かった。だが俺は本当に大吾の居場所を知らないんだ。四代目だってことをやっと認めてくれましたね。もう騙し合いは終わりだ。それより本当に大吾の足取りは分からないのか。ねえ、桐生さんの車を降りた後ホテルに戻った形跡も他のタクシーに乗ったという情報もありません。どこかに隠れているという可能性は。そんなことをする理由がありません。なら可能性は一つか。ええ、拉致されたと考えるのが自然だと思います。犯人は山笠組か。可能性はあります。下の方の連中は杯のことよく思ってないようですからね。でもなんか引っかかりませんか。何かで。だっていくらそう思ってたとしても堂島会長は山笠組本家の客人ですよね。俺ら下っ端の組員とは喧嘩になるようなことはあっても組長の客人を襲うなんてことをするでしょうか。確かにな。山笠組の下っ端連中にそんな度胸があるとは思えない。じゃあ一体誰が。俺の電話だ。あいつはジャケットから携帯取ってくれ。はい。はい、森永です。はい、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 なんですって。はい、今すぐ戻ります。はい、失礼します。どうしたんすか兄貴。青山組長が会長代行に就任するらしい。会長代行。でもまだ
道島会長がいなくなってから2日しか経ってませんよ。なのにどうして。それだけ本家が山笠組との杯を焦っているということだろう。くそ、納得いかねえ。0時過ぎから説明があるそうだ。今すぐホテルに戻ろう。お世話になりました、四代目。役に立てなくて悪かったな。いえ、四代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です。気をつけろよ。はい、それじゃ。あ、そうだ、桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが。なんだ。あの女性、真由美さんでしたっけ。あの女には、お気づきでしたか。それじゃ。いや、
道が混んでるな。
ぶらせろよ。今じゃない。しません。今じゃない。
してやるよ。カスやら。はいはい、そこのお兄さん、かっこよかねえ。バッテンムカつくっちゃけど。悪かったばちゃんと立った。逃がすわけない。動いてきな。やるのか。許してくれね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。流すタクシーの鈴木さんですよね。あんたは。こういうもんです。大阪府警。いや、私極道関係の事件を追ってましてね。昨日から東条会の堂島会長がここ福岡で行方不明になったって話じゃないですか。そうらしいな。あなた、なんか行き先について知ってるんじゃないですか。堂島が行方不明になる直前、あなたのタクシーに乗っていたという目撃証言もあるんですよ。知らないな。大名橋で降ろした人ですよ。ああ、あの客か。なんてことはない。
普通に降ろしただけだ。そこから先のことは俺には関係ない。関係ねえってことはねえだろ。てめえの古巣だろう。よ、桐生さんよ。あんまし、警察なめてんじゃねえぞ。な、どういうつもりで福岡まで来たかは知らねえが、てめえの所在ぐらいちゃんと掴んでんだよ。うん、そういうあんたこそ府警の刑事がどうして福岡にいるんだ。今この中洲街にな、近江の若頭の渡瀬が来てるんだよ。何、近江の若頭がどうして福岡に。近江の七代目が危篤だって話、お前知ってるか。話には聞いてる。近江の七代目が死ねば東条会との五分杯がなくなる。そうなりゃ下手すりゃ戦争だ。だから東条会の連中は焦って各地に飛んで回っている。福岡には堂島自らが話をつけにやってきたわけだが、渡瀬はそれを阻止しにやってきたわけだ。阻止ってことは近江が東条会より先に杯を交わすということか。さあな、別に奴らにとっちゃ東条会と山笠組が手さえ結ばなきゃいいだけの話。自分たちの言うこと聞かなきゃ山笠組を潰すぐらいの腹積もりかもしれねえ。そんなわけで今この中洲街は日本の裏社会において最も危険で最も重要で最も注目される場所になりつつある。当然東条会の奴らも近江の渡瀬が福岡入りしたことは知ってるはずだ。そうだったのか。まさか大吾を拉致したのは、うん、近江の人間。そう考えるのが自然だな。堂島大吾が掲載すりゃ杯交渉は進まない。もし東条会が会長代行を立てたとしても堂島大吾の身柄さえありゃどうにでも話を運べるだろうからな。で、あんたはそんな話をしに俺に会いに来たというのか。まあそう焦るな。いいか、本題はこっからだ。東条会に堂島の警護を任されたチンピラ二人組がいたろ。確か森永と相沢って言ったか。あいつらがどうした。あの二人の動きをあんたに止めてほしいと思ってる。なんだと。堂島大吾が渡瀬組に拉致されたとあれ、あの二人が勝ち込むのは目に見えている。そうなりゃそれを口実に近江連合は東条会に向こう正面切って戦争を仕掛けてくるだろうよ。大戦争が始まるってわけか。だからあんたには奴らよりも先に渡瀬んとこ行って話を丸く収めてもらいたい。どうして俺なんだ。俺はもう東条会の大門もなければ極道でもない。だからだ、その方が都合いいんだ。今回の一件、間に入るとすりゃ裏事情に精通していて裏社会に顔が利く、どの組織にも属していない人間しかいない。つまりあんたが一番の適任者だってわけだ。それにあんたえれえ強えって話だしな。警察が動けばいいだろう。バカ、近江の大幹部を逮捕するなんてことになってみろ、それこそどんな事態になるか分かったもんじゃねえ。ここは何事もなく穏便に済ませるのが一番なんだよ。あんたの狙いは何なんだ。大阪府警が本庁を出し抜いて今回の事件を収めたらこれ以上あちらに兵庫らしなくて済む。あんたも知ってるだろ、以前府警の女デカとどこぞの極道が仲良くなっちまったおかげで府警四課は表立って
動けなくなったんだよ。この一件で府警が大吾工藤の要だということをアピールする必要があるんだ。なるほど。理由はどうあれ利害関係は一致しているということか。でどうするよ、やってくれんのかい。私は今どこにいるんだ。クラブで組の幹部連中と楽しく飲んでるはずだ。確かオリビエって店だったかな。オリビエってあの知ってるのか。ならなおさら都合がいい。今回の一件であんたがいくら暴れても、あんたが苦労して掴んだ仇の仕事は奪わない。当てにしてるぜ。じゃあな。渡瀬という男に話があってきた。なんやと？あれどこの組のもんや。どこの人間でもない、ただのタクシー運転手だ。タクシーのうんちゃんやて？なんやこいつ、ごっつおもろいわ。おう、おやじなら今戻ってきたとこや。酒チーと飲んだだけで腹壊すさ、人間終わりやな。ほな飲み直そうか。親父、なんやタクシーのうんちゃんがようあるみたいですわ。はあ、まだ向かいのタクシーなんか呼んでへんで。何やおぬかしとんねん。それが普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ、ほう、こらけったいな運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔を拝んとき、これがあの伝説の男、元東城会四代目会長桐生一馬はんや。おう、コラ君、自己紹介遅れました。わし、七代目近江連合で若頭させてもろてます。直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。
お前が渡せ。いやいや、しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってませんでした。どういう意味だ。どうて、備えなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは、桐生藩、あんたに会うためです。何バカなこと言ってんだ。早いとこ、大吾の居場所を教えろ。はあ、居場所って。そないなんは登場会の人間捕まえて聞いたらよろしいがな。とぼけるな。お前らが大吾のことを拉致したんだろう。登場会と山笠組の杯を壊すために。登場会の六代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか。ちっ、とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びで来たんじゃねえんだ。なるほどなるほど、だんだん話読めてきましたわ。キルハン、ほんでここへ来はったっちゅうわけですか。あんた、わしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますぜ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい、早くかかってこい。まずは腕試しや。堂島の竜がなんぼのもんか試させてもらいます。おっしゃ、踊れ、遠慮いらん、殺す気で言ったれ。さすがや。そこそこの腕利き連れてきたつもりが、こないあっさりやられてまうとは。まだ腕は落ちてへんようですな。さあ、本当のとこ話してもらおうか。何の話でしたっけ。ふざけるな。大吾の居場所だ。お前も極道なら潔く口を割ったらどうだ。怖いな。そない怒らんでもええですやん。時間はたっぷりあるんですし。うん、これや、これにしようか。おう、ちょ、兄ちゃん、この一番高い酒持ってきて。さあ、キルハンもこちらに酒の一杯くらいおごらせてください。どないしました。さあ、お座りください。お待たせいたしました。
こちらでよろしいでしょうか。おう、これはほんまに一番高い酒なんか。はい、そうですが。ええから早よかぜ。こうして憧れのキルハンと飲めるんや。せめてこんくらいの酒やないとわしの顔潰れてまいますさかい。さ、キリュウハンもどうぞ。ずいぶんなご挨拶でんな。俺は一人飲みが専門でな、あいにく他人と飲む酒は嫌いなんだ。そうでっか。それはちょっと聞いてた話とちゃいますな。何の話だ。3日前でっか、あんたこの店で自分とこの社長さんと楽しい酒飲んどったらしいじゃないですか。うん、せやからこの店やったら一緒に飲んでくれはると思ってたんやけどな。がっかりですわ。ちょっと待て、お前どこでその話を。わしの大門違いの兄弟分、東城会本部長、会長秘書の青山実からですわ。青山だと。青山は堂島会長の秘書です。つまり堂島会長が知っとることは青山も知っとる。当然あんたがこの町におることも青山は知っとったっちゅうことになります。あんたは最初から青山に目つけられとったんですわ。変な動き専用にね。これで少しはこっちの話聞きとうなったんちゃいます。さあお座りください。話してもらおうか、青山との関係について。わしとあの青山っちゅんは1年ほど前杯交わしましてな、大門違いの兄弟分ですわ。だが確かお前は近江の若頭、青山は東城会の本部長。格が違いすぎる。まあわしも最初はあないな下っ端と杯交わすんやなんてヘド出るかと思いましたけど、七代目の勧めでしてな、断りきれんかったんです。そこまでして近江の七代目は東城会との抗争を避けていたということか。その通り、仕方なしの政略杯っちゅうわけです。でも七代目がああなった以上、わしもこっから先は好きにやらさせてもらうつもりです。じゃあお前は裏で青山と内通し、最初から大吾を消すつもりで福岡に来たということか。それはちゃいます。わしは青山から桐生藩の情報を聞いたまでです。堂島会長の件には一切関わってまへん。お前この後に及んでまだそんな嘘。嘘ちゃいます。わしはあんたが福岡におるっちゅうことだけ聞いて福岡まで来たんです。それ以外の目的なんかおまへん。じゃあ聞くが、どうしてそこまでして俺に会う必要があったんだ。お前の目的は近江の八代目の座だろう。俺に会ったところで何一つ優位に働くことなどないはずだ。分かっとるまへんな、キルハン。わしは後目争いなんか興味ありまへんのや。わしの興味はもっと先、自分が八代目になった時に起こす東城会との大戦争のことだけですわ。なんだと。八代目なんぞ何もせんでも転がり込んできますわ。わし以外近江の跡目になれる男などおらん。それよりわしが八代目になった時、東城会のトップに誰が座っとんのか、そっちの方が重要なんですわ。何を言ってるんだ。東城会のトップは今も後も大吾で変わらない。それが問題なんです。あないなボンボンがトップの組織戦争するに値せん。
もっと他にトップに立つべき人間がおるでしょうが。何が言いたい？そう、大宮五代目郷田陣の時代からただの一度も登場界に勝てんかった。兵隊の数も資金も力も大宮の方が勝っとったはずやのに、なんで？ずっとあんたがおったからです、キリは。関西最強の男郷田隆二が仕掛けた戦争の時もそう。あんたは引退した身でありながら、たった一人で近江の関東侵攻を食い止めた。それだけやない、東条会が跡目争いやないふんやらで崩壊しかけとった時も、近江は指くわえて見とるしかなかった。それも全て事件の先に桐生一馬という男がおったからです。それは違う。東条会を守ってきたのは大吾だ。俺は自分のやってきたことにけじめをつけるために力を貸したに過ぎない。それです。それがあんたの立ちの悪いとこです。どういう意味だ？見栄もなければ欲もない。そんでもその行動すべてに花がある。せやからその花の匂いを一度嗅いだもんは、皆あんたの幻影を追い続ける。きっと堂島大吾もその一人なんやろな。ごたくはもういい。結局のところお前は俺に会って何がしたかったんだ？覚悟決めてもらおう思いましてな。東条会への復帰のね。なんだと？わしにとって東条会は全国制覇のため避けられん敵や。ちゃうけど今の東条会は倒すに値せえへんゴミの寄せ集めにしか過ぎん。わしがあの関西の龍郷田隆二を超えるためには、周りが納得するような足跡を残さなあかん。そのためにはあんたという明確なライバルが必要なんですわ。せやから何としてもあんたには東条会に復帰してもらう。その話するために福岡まで来たわけです。納得していただけましたやろか？どないしたんですか？まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キルアン？話は分かった。つまり俺を東条会に戻すためにお前が大吾をさらったということか？話は分かったって？全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいが、そないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら、東条会は内部崩壊するだけや。死に体の敵と戦うて何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。金勘定ばかりしくさっとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうで薬剤になったんや。せやから東条会には強くなってもらわなあかんねや。今堂島大吾が死んだら、わし以外の近江のやつでも潰すことができてまう。そないな東条会わしは困んねや。お前、わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや、キリュアン。ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。東条会に戻ってください。そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました？もうお帰りですか？勘違いするな。
俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか？同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。四代目、どうしてこちらに？お前たち、やはりここに来たか。お前たちと同じ理由だ。近江連合の渡瀬がここに来ていると聞いてな。どうして四代目か？お前らが行けば冷静に話し合うことなんかできない。店の中で殺し合いになるのは目に見えてる。しかし渡瀬が福岡に来たってことは会長の失踪に関係しているのは間違いないでしょ。いや、渡瀬はシロだ。大吾拉致には関与していないようだ。渡瀬がそう言ったんですか？ああ。ちょっと待ってください。近江の話を信じるんですか？会長を拉致ったのは奴らしかいませんよ。いや、話してみて分かった。あの渡瀬という男はそういった策を弄するようなタイプの人間じゃない。大吾拉致には本当に関与していないと思っていいだろう。四代目がそうおっしゃるのならそうなんでしょう。でもそれじゃあ会長は一体誰か？そのことで少し話しておきたいことがある。時間あるか？私たちならいつでも。四代目がよろしければすぐにでも伺いますが。そうか、ならついてきてくれ。どうしてタクシーなんですか？どこに耳があるか分かったもんじゃない。車の中が一番安全だ。どういう意味ですか？ひょっとして内通者がいるということですか？ああ、渡瀬は俺がこの町にいるということも、あの日大吾を乗せた後何をしていたかまで全て知っていた。何ですって？渡瀬の情報源は？大吾の秘書、本部長の青山だ。青山組長か？青山は渡瀬の大門違いの兄弟。特に交友があったというわけでもないようだが、俺が福岡にいるという情報を渡瀬に流し福岡に呼び込んだのは間違いないようだ。どうしてそんなこと？わからない。ただ青山は大吾が行方不明になる前から俺のことを密かにマークしていたということだけは確かだ。狙いは山笠組への牽制か？その可能性はある。青山が近江の渡瀬が俺に強い興味を持っているということを知っていたならな。どういうことです？渡瀬の性格からしてすぐに行動に出ると踏んだ青山は渡瀬組をうまく福岡に呼び入れたってわけだ。つまり今この状況で渡瀬組を福岡に乗り込ませれば、事情を知らない山笠組は東条会との杯を近江が妨害しに来たものだと考える。近江との戦争する危険性が高まった山笠組は焦り、東条会との杯に踏み切る。つまり渡瀬組の福岡入りは杯交渉のために青山組長が仕掛けた策ということですか？だが一つ引っかかる。何がですか？大吾はこの青山の策を知っていたんだろうか？どうなんでしょう。
何か思い当たる節でも。俺がこの車に大吾を乗せた時、あいつは命を懸けて交渉に臨む決意をにじませていた。そんな覚悟を持った大吾が交渉のためとはいえ、あえて危険な渡瀬組を近づけるような作戦に出ただろうか。俺の勘が正しければ大吾の失踪、裏で絵を描いているのは、まさか青山組長が。青山は今どこに。それがどうした。青山組長は会長代行としてマダラメ組長との杯交渉に向かっています。何だと。場所は。長瀬街の北、山笠組本部です。静かだな。組長室周りを固めているのかもしれませんね。これは好都合だ。組長室は上の階か。とりあえず最上階を目指すとするか。ん、見張りか。仲間を呼ばれると厄介だな。今面倒は避けたいですね。何か策は。あの扉から入ったら見張りの裏に出られるかもしれませんね。なるほどな。行ってみるか。貴様だ。どっから入ってきたとや。結局こうなのか。やるしかないようですね。早急に片付けましょう。Yeah!
銃声？急ぐぞ。青山組長、これは。お前らが来るとは思っていたが、意外と遅かったな。お前が青山。これはどういうことですか。山笠組とは杯を交わすはずじゃ。俺が何の細工もなしにそうしないことはお前らも分かっていたはずだ。だからやってきたんだろう。俺は花から山笠組と手を結ぶつもりはなかった。金をちらつかせて相手を安心させた後、ゆっくり殺すつもりだったが、田舎組織とはいえヨボヨボのジジイになるまで組長をやっていただけのことはある。まだらめはこっちの殺意を見抜いていたようだ。俺が目を離した一瞬の隙を見て逆に銃をぶっ放してきやがった。てまあ、弾が外れてくれたおかげで隠し持ってたナイフで胸を一突きすることができた。どうしてそんなこと。決まってるだろ。天下の登場会が山笠組みてえな小さな組と五分の杯など交わす必要がないからだ。しかしそれは堂島会長の意思に反する。あなたは堂島会長に背くつもりなんですか。堂島会長だと。元会長の間違いじゃないのか。青山組長、あなた今なんて。現時点で登場会のトップはこの俺だ。会長が消えちまった以上、俺の意思が登場会の意思ということになるんだよ。俺の考えは至ってシンプルだ。極道は食うか食われるか。杯なんか交わしてる暇があったら山笠組を潰して島を奪えばいい。そういうことだ。ま、堂島だろうが桐生だろうが、極道ってのはな、一度その座を譲っちまったらおしまいなんだよ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。何をしてるんだお前。早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。俺は会長代行、仮にも登場会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。回答次第では。兄貴、これは空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩着に弾当てたりしたらお上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。青山組長。お疲れ。兄貴森永。青山、貴様。もっと四代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題、登場会のしつけの一つですから。貴様、
感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。なんだと？こいつらがまだらぬ組長。何やと？親父！親父！おい、救急車や！早う親父を病院に運ばんか！貴様、何者ね？説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対に絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけ。死にさらせ、ボケが！ボテクリこかして！Oh, no!
何倍気が通てよ。さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何をする気だ。感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。青山、貴様